はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、カエデさんちへようこそ。いやーちょっとね、急遽、あ、そういえばこういうことあったねっていうのを、まあ、撮影しております。まあ、急遽っていうわけではないんですけど、あ、そういえばこういうのがあったなーっていうのを忘れないうちに、撮っていこうかなと思いまして、何年か前にその芦田の話題さんという YouTube チャンネルがあって、それが結構話題になりませんでした。で、なんでこれを思い出したかっていうと、まあもともとふと水溜りボンドさんが頭の中にあって、で、水溜りボンドさんって今はね、ローカルテレビですけど、テレビ神奈川の深夜番組かなんかに、30分番組かなを持っていっていて、ああそういえばね、今すごい勢いだよなと思いながらも、ああそういえば水溜りボンドってね、芦田の話題さんに関するなんかで、都市伝説かなんかで危険な目にあったような気がするよなと思ってて、あ、それでそれに関連して、まあ芦田の話題さんに関する、まあまあなんだろう、芦田の話題さんに関係ないと思うんだけど、また別の、まあ、YouTube チャンネルのやつで、名前忘れちゃったけど、ある男性2人組の YouTube チャンネルで、まあこれもオカルトとして伝説系のね、ものがあって、それの人たちが行方不明になっただとか、その一人の人が本当に行方不明になったとか、一人の人はちょっとっていうような、ちょっとやばいことに足を踏み切れたとかっていうような感じで、なんかね、そういう怖い本当に怖い、なんだろう、話にもうなんかどんどん持っていっていてて、これ本当にやばいんじゃないっていうような雰囲気だったんですよね。で、それに関連してそういうオカルト系というのかな、都市伝説系のものもの、その動画を撮っている方たちも、チャンネルの、ね、方なんかも、まあその明日の話題さんだったり、そのさっきの言った会社さんっていうか、まあ行方不明になった方々のその考察動画を考察するみたいな、どういう状況でいなくなったのか、その真意はどうなのかとかっていうのを考察してるっていうのが何個があって、まあ、それで、まあ、チャンネル登録をね、したのも、何個かあるんですね、考察動画の。うん、で、ふと思う、そういうの、ああ、そういうのあったなって思って、そういえば、明日の話題さん何やってんだろうって思って、たところで、まあ、今チャンネル動画をね収録してるんですけど、何してんだろうねそういう、なんだろう、怖い話っていうかさ、そっちの方にまあシフトしてないのか、まあね、そのそこに出ていた女性も、まあ、個人チャンネルみたいなのをねやってて、まあ本当に爽やかなやつに、こう、まあ何もない Vlog みたいな感じのものにもう移行してって、そういう都市伝説だったり怖いオカルト系のものに、まあ戻らないのか、戻っていないのか、まあその個人事務ねチャンネルはそのまま爽やかなやつで、明日の話題としてしてはちょっとガールト系の方に入っているのかなって思ったりとかしてて、うん、なんか全然さ、そういう明日
吉田の話題さんのなんか話題に触れないよね。なんかすっかり忘れられていたっていうかさ、もうすごくなんか波が激しいよね。まあまあ波が激しいんだけど、ふとそういう風に、あ、そういえば明日の話題さんっていたな、そういうオカルト系ですごく話題になったなっていうので思い出したので、まあ急遽短い時間ですけどそういう話をしました。皆さんどうでしょうか、そういう話題あったね。またね、なんかこういうオカルト系の話題の明日の話題さんの話題をまあこうね出してくれる人いるのかな。皆さんどう思うでしょうか。もしよろしければねご意見いただけたらと思います。それでは皆さんさよなら。